台湾総督府は日清戦争終結後、その講和条約である下関条約に基づき、清から割上された台湾を統治するために設置された日本の出先官庁。台北市に設置された台湾総督府元庁舎は今日でも総統府として使用されている。台湾総督府は明治28年4月17日に調印された下関条約によって、 台湾及びレッ列島は日本へ活上され、日本は台湾を領有することとなった。同年6月17日、台北において、施政式が行われ、台湾総督府による台湾統治が正式に開始された。ただし、台湾総督は内閣総理大臣の、さらに後には内務大臣や拓務大臣などの指揮監督を受けることになっており、 九中赤字でも朝鮮総督が第6位なのに対して台湾総督は新任官として第11位と陸海軍大将や数密古門官よりも地位が低かった。初代総督は河山助則で当初は陸海軍の将官が総督を務めた。小玉玄太郎総督の下で明治31年に民政長官に就任した後藤新平は土地改革を行いつつ、 電気水道供給施設、交通施設情報施設などを整備、アヘン中毒患者の撲滅、学校教育の普及、製党業などの産業を育成することにより台湾の近代化を推進し、一方で統治に対する反逆者には取り締まりをするという飴と無知の政策を有効に用いることで統治体制を確立した。 昭和20年10月25日の中国側への幸福調印式において事実上その職権を停止。以後業務を台湾地区日本官兵前後連絡部へ引き継いだ。総督府直属機関の接収は台湾省行政庁観光署民制ところが行い、総督府の官員の多くが副務員としてこれに協力した。昭和24年6月1日に新憲法に基づく 国家行政組織法が施行され、これにより、台湾総督府は、法制上も消滅した。1895年5月10日に、河山助則が、初代総督に任命されて、同年6月17日に、台湾総督府が会長してから、第二次世界大戦敗戦後の1945年10月25日に、最後の総督だった安藤都吉が、 中華民国との間に幸福文書を交わしてこれが廃止されるまでの50年間に台湾総督には19名の武官、文官が任命されている。在任の最長は第5代総督、佐久間様田の9年1ヶ月、最短は第15代総督、南博氏の2ヶ月で、在任の平均はおよそ2年半となっている。これらの総督は一般にその出身母体から、 前期武漢総督、文漢総督、後期武漢総督の3種類に分類されている。前期武漢総督の時代台湾総督の飲書記の台湾統治は現地居住民の抵抗運動を抑圧する必要性から軍事力を全面に打ち出した強硬な姿勢で行われた。この頃の総督には行政権と司法権、そして台湾中東の陸海軍の指揮権はもとより十三。 法によって特別立法権までもが付与されており、この当地四権を一手に握る総督の権限は絶大なものだった。こうした事情から、この時代の総督に任命された、河山助則、桂太郎、野木丸助、小玉健太郎、佐久間様田、安藤定美、赤石元次郎の七名はいずれも現役の大将、または中将で、 初代総督のヤ山を除いてそのすべてが陸軍出身者で占められている。しかもそのヤ山の時代には台湾副総督という彼の在任中の一時期のみに置かれた職があり、陸軍中将の高島智之助がこれに任じられていた。そうした中で第四大総督の児玉の頃から変化が現れ始める。長期にわたり、 総督として腰を据え、体系的な政策を必要に応じて展開、いわゆる飴と鞭のコーナを使い分ける方針で、台湾を包括的に支配することに成果を上げ、統治に安定がもたらされたのである。第六代総督の安藤と第七代総督の赤氏は特に現地居住民の権益を保護する政策を実施したことで知られる。総督罪人のまま死去した赤氏は、 その任期こそ1年5ヶ月にも満たない短いものだったが、遺言により台湾に墓地が築かれた唯一の総督でもある。文官総督の時代台湾総督府に行刑した摂政軍を歓迎する総督府の二乗騎兵隊祖の証が総督の時、総督の下にあった台湾軍の指揮権を台湾軍司令官に移譲したため、以後台湾では文官でも総督になることが可能になった。 文官総督時代には、田賢次郎、内田義吉、伊沢滝雄、上山光之川村武二、石塚栄造、大田正宏、南広史、中川健三の9名が総督に任命されている。いずれも内務省、低新省、農省務省などの高級官僚や、外地の民生担当官を経て、貴族院議員に直任された直選議員で、 その時々に政権を担当していた政党の推薦を受けて任命された。台湾の統治方式が抗日運動の鎮圧から経済の構築による社会の安定に転換したのがこの時期にあたる。後期部漢総督の時代2.26事件は陸軍の青年将校が起こしたものだったが事件後の抗期粛清の名のもとに海軍からも大将2名を予備役に編入することになった。 この貧乏くじを引いたのが、連合艦隊司令長官を退任したばかりの小林、製造海軍大将で、その処遇のために、彼を台湾総督にしたのは、当時の新聞が、異例中の異例人事と評するほどの驚愕人事だった。陳議台湾商業政長官と幸福文書を交わす、第10方面軍参謀長、伊佐山春樹小林は、在任4年半の間に、 現地人の公民化政策を推進したが、ちょうどこの頃に海軍の南進策が国策として固まったことから、次の台湾総督も海軍出身者をということになり、長谷川清海軍大将がこれに決まった。この長谷川もそろそろ予備役に編入されておかしくない年齢だったが、台湾の軍事拠点化を推進するという建前もあって、現役のまま総督に就任。ここに、 武漢総督が復活することになった。ただし、台湾軍の指揮権は依然として、台湾軍司令官のもとに、後にはこれを改変した第10方面軍司令官のもとにあり、長谷川は武漢総督と言ってもその性格は、前期のそれとは大きく、様相をことにするものだった。ところが、太平洋戦争で、日本の敗色が濃くなった1944年ぐれ、 人材の不足や台湾決戦を想定して、指揮系統を一本化するという名目のもと、第10方面軍司令官の安藤、都市吉陸軍大将に台湾総督を兼任させられると、前期総督と同等の強大な権限を持つに至った。一方で、台湾人にも帝国議会の選挙権や非選挙権が与えられるなど、日本人との台湾人の関係体等化も進んだ。 ものの、翌年の終戦によって、台湾総督府も閉鎖期間に指定され、解体されることになり、1945年10月25日、台北公会堂で、安藤は、陳議中華民国台湾商業政長官との間に、幸福文書を交わし、半世紀にわたった台湾総督府の歴史に幕を引いた。以下表中、尺位と階級はいずれも台湾総督に着任当時の、 物をあげ、在任中に、呪釈、小釈や新旧があった場合はその概略を尾行に、あげた。なお、前職、5職の列にある、台湾は、台湾総特府を、朝鮮は、朝鮮総特府を、関東は、関東と特府を、横鎮は、横須賀鎮守府を、万鎮は、大阪鎮台を、万鉄は、南満州鉄道をそれぞれ示す。 また大の列の着色はそれぞれ前期武官総督、文官総督、後期武官総督を示す。ディスプレイ南市用テーブル台湾総督府総務長官は台湾総督の姿勢を補佐するとともに台湾総督府の各政策の実務を担当した。その名称は以下のような変遷をたどっている。民政局長官明治28年5月21日。 民政局長明治28年8月6日、民政長官明治31年6月20日総務長官、大正8年8月20日、台湾統治概要、台湾総ただし不行政機構一覧表による。昭和15年末、昭和20年台湾総督では、日本人の他にも台湾人の職員を多く、採用したが、職務において、日本人との間に差別があったことは否めず、 台湾人が上級管理職に昇進する機会は少なかった。州知事や各庁の長、そして内地の市長に相当する市員は日本人が主体だったが内地の町長や村長に相当する町長や省長では台湾人が少なくなかった。昭和18年の時点で総督府に属する高等官1444人のうち台湾人は30人であった。 台湾人が警察官として採用される機会は多かったが階級はすべて巡査以下だった。公立の旧正中学校長に台湾人が任命されたケースはなく、国民学校の校長では文教場を入れて4人のみだった。台湾人が裁判官に任用されるようになったのは日本統治時代の終盤に差し掛かる1931年からであり。 検察官に任官した台湾人は一人もいなかった。このような状況のため、官会での出世を志す台湾人は、そこまで差別が荒烈でない内地や満州国の高官庁に志願する例が少なくなかった。特に台湾出身の社会籍が満州国の外省に任命されると、満州国の公務員試験に台湾人受験者が殺到した。おつとなった。 長野右平寺の台湾総督府庁舎案台湾への入職が本格化すると、それまで新国が行政庁舎としていた純武我門と不正志士我門では手狭となったことから、これに代わる台湾総督府にふさわしい新庁舎の建設が急務となった。そこで、後藤新平の提唱により、明治40年5月に台湾総督府新庁舎の設計検証が官報により告知された。 これが日本初の正式な設計コンペとなった。総督府の土木局局長の長尾判平、建築家の辰野金吾、伊藤中太、野村一郎らの審査により、交渉は該当者なく、お津に辰野の弟子だった長野右平寺の基本設計案が選ばれ、これが採用されることになった。ただ、長野の設計案は装飾の少ない新古典主義建築で、中央の塔も低く、 総督府としての象徴性に乏しいという批判があった。そこで、立野の助言に基づいて、中央塔の高さを60メートルに延長したのを、はじめ、森山松之助など総督平全家所属の建築家によって様々な変更が加えられた。大正8年の完成時には、赤レンガ作りの建造物としては、日本一世が高いものになった。思考においては、耐震。 耐熱耐気候の工夫が随所に施されたほか、塔には台湾発のエレベーターを設置したり、防火のために、館内は禁煙として、建物の四隅に喫煙室を設けたりと、当時として、画期的な試みが導入された。完成直後の台湾総督府庁舎、第二次世界大戦時には爆撃と火災によって、中央塔をはじめ建物の大部分が損壊したが、回収されて、 今日に至っている。現在でも中華民国総統が公務を行う総統府として活用されている上、台湾の戸籍としても保存されている。総統府は平日の午前中と不定期の終日に一般公開されており、内部を見学することができる。身分証明のためのパスポートが必要。ありがとうございます。